どうも、柳妻ゴルフ TV プロゴルファーの柳妻です。今日なんですけども、東京クラシックで、はい、以前にコースに出る前にやっとくべき練習みたいなのを撮ったんですけど、今日これから河野コーチとラウンドされるということで、ちょっと河野コーチにもコーチ目線からラウンド前にやっとくべきこと、ちょっとチェックリストみたいなのをいくつか紹介していただけたらと思います。なるほど、お願いします。はい、あるんですか？何があるんですか、教えてください。まあ、基本的なところで言うと練習ですかね。ストレッチとかもやっぱ必要なんですけど、ストレッチは下前提、下前提ですよね。難しいですけど、まあアドレスですね、やっぱり。やっぱりアドレスですよね。はい、アドレスの、はい、まあ、例えばティックを2本使っていただいて十字にしていただいたりだとか。これは僕が基本的にいつもやってることですね。はい、これですね、やっぱりね。はい、でこれでボールの位置がいつもよりずれてしまっていたりとかするのを防ぐっていうことですね。なるほど。今これ60度持ってるんですけど、60度だと真ん中、まあ、だ真ん中でスタンスも狭めにしていただいて、このぐらい、はい、ど真ん中、はい、硬いそうですね、60度で真ん中ですね、はい、まあ、一番短いクラブってことですよね。そうですね。わあ、でもちょっと俺これ今日方向ずれてる。青いピン向いてる感じなのに、この十字は左向いてる気がする。ってことは僕はやっぱりちょっとこう右を向いちゃうのかな。マンササリ、こういうズレみたいのを直す時間に使うのが、そうですね、そうですね、多分俺今ほんと普通にまあまあずれてるんで、このスティックが後ろから見る方向よりも構えた時左に感じるんで、多分右向いちゃってるんですよね。プロでもやっぱり日によって違うもんですか？いや、さすがに日によってってことはないですけど、やっぱり試合に行くともうこれ 100% やるんで僕は、うん、だんだんこう整ってくるんですけど、やっぱこれを怠ると、まあ、まあまあ早いタイミングでずれますね。ちょっと今度9番に持ち替えた。9番だともうちょっと左だよね。基本的に右足を少し外に開くぐらいで。あ、なるほど、はい、この状態から、はい、サンドウェッジだった状態からちょっとこうしてあげるだけなんだ、はい、なるほどね。あ、これは楽でいいかもしれない、アマチュアの人は。いつもマットの上とかで練習されてる方は常にまっすぐが決まっている状態で練習されてると思うので、コースの練習場とかは結構まっすぐがなかったりとかすることも多いので、まずはこうやってまっすぐのラインを探して、それに自分が合わせるっていうことがすごく大事ですね。まあ、スーパー地道ですけど、はい、これは絶対絶対というか一生やり続けて、はい、損はないというかやった方がいい。そうですね、この十字は本当に。あとはたまにスタンスはかなりまっすぐ取れている人でも、結構肩とかがかなりこう被ってしまう方もいらっしゃるので、肩はね結構こうアドレスした後にこう顎引いてみると両肩見えるんで。なるほど、それで合わせるといいですよ。首が前に行っちゃうと肩見えないですけど、うん、思いっきりこうやって引いてあげるとここが見えるんで。見えますよ。こんな感じかな、うん、これでも完全に朝のトーナメントのスタート前の感じです、この感じ。なんか左行くな。すごい、このツアースティックは必需品ですね。そうですね、必需品ですね。結構いろんな使い方があるので、このチャンネルで作ったら売れるんじゃないですかもう少しこのね、こう 線とか、僕ねこれにちょっと工夫すると、線をこう縦軸と横軸にして、これでもね河野と一回やりました、ね、このそう、このツアースティックをもうちょっと改良してもう番手ごとにこの場所っていうのを作ろうって言ったことあるんですよ、こいつ忙しくて作ってないんだけどやっぱりこれマジで本当大事なんで、早急にアドレスの他に何かチェックしておくべきポイントみたいなのってありますか？アマチュアの人ですと大抵の場合2つあって、1つは連続素振りで、やっぱりこう最下点の確認ですね。
クラブがどこに降りるかっていうのを毎回確認する仕事はすごい大事ですね。連続素振り？はい。ボールはなしでいいの？そうですそうです。まあここちょっとあの芝生なんであれなんですけど、本当だったら結構マットとかも多いと思うんで、マットで、まあ、芝生でもいいですけど、こうちょっと擦れてる場所が分かるの でこれで確認して今のこの体の動きを、感覚として落とし込んでいくってことですね。でこれで今毎回同じとこに降りていれば、そこにあとはボールセットして打つだけっていう、同じイメージで打つだけってことですね。でも確かに素振りの方がシャローだな。これはここ一番その効果的には効果はあのボールの場所が分かるってことで、この振り幅は、まあ、振り幅もあります。例えばこうテンポが崩れてしまう人っていうのは結構フォロースルーがちっちゃすぎてこっちが大きくなっていたりするんで、そうすると連続素振りすると、まあ、全然こうテンポがまちまちになってしまうんですね。ある程度こう同じ振り幅ですと大体同じタイミングで当たるっていう風になるんで、まあ、リズムの練習にもなりますし、あとはあのクラブの落下ポイントですね。番手によって結構例えば短いクラブだったら右足側に降りますし、で長いクラブだったらちょっと左側に来るっていう風になってくるん でそうするとアドレスの取り方もそれで分かってくるっていうことですね。これはクラブごとでやる必要とかはない？そこまでできればやっぱりやった方がいいです、ね、やった方がいいです。特に番手が変わったらあの落下ポイントって絶対変わってくるんですね。クラブの、まあ、地面に当たるポイントというか、でそうすると番手ごとにやってで毎回確認してそこにボールセットするとかっていうことですね。もしくは逆に言うとこの今のアライメントスティックを作った状態でそこに毎回落下するようにスイングを構築していくっていうことですね。最低限どのクラブとどのクラブとどのクラブやっといた方がいいよね。最低限やっぱりウェッジアイアン、まあ、7番アイアン、アイアンでもいいですし、あとドライバーですね。まあ最低ドライバーでティーアップした状態？そうですそうです。ティーを打つ、はい、ティーの先を頭をちょっと擦る程度に、まあ、ここだとちょっとティー飛んでいってしまうかもしれないですけど、そう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 同じですね。飛んでいっちゃうんで、はい、マットの練習場とかだとそうです、ね、ゴムのやつとかを打つっていう、はい、ゴム打つ感じ でゴムを打った方がちょっと音がしっかり鳴るので、はい、あの音で判断しやすいってことですね。なるほどね。やっぱ素振りが大事ってことっすね。はい、素振りが大事ですね。他にもチェック項目あれば教えてください。そうですね、はい、他にはあとは片手打ちですね。まあ、地味だなやっぱり君の練習は。片手打ち、クラブは、はい、クラブはできるだけ短い9番とかウェッジとかピッチングとかがいいですね。あ、ちょうど9番持ってます、はい、やべえ俺片手打ちとかあんまりやんないタイプだから結構難しい練習なんで。右手左手どっちですか？いや、できれば両手ですね。優先的には右手の方が大事ですね。まず右手から。まあ、日頃の練習から片手打ちはあの結構取り組んでいただきたい部分であるんですけど、まあ、もしあの日頃の練習場でできている方はあの朝の練習場でも、まあ、最低やっぱ 2球ごとにぐらい、結構練習場によってはあの球数制限があったりするので、朝の練習場では片手ずつあの2球ごとでいいので、まずは練習してもらって。左難しいな。片手打ちっていうのは何を確認する作業になるんですかね？片手打ちっていうのはあの左右の手のバランスですね。まあ、ゴルフってこう両手で同じものを持ってるので、まあ、どっちかの力強いとか弱いとかなってしまうと、まあ、当然こうフェースは、まあ、崩れてしまうので、フェース面が、なので両手のバランスを均等にすることによって、まあ、同じ割合で打てるっていうことになるんですね。だから両手どっちもやっといた方がいいってことですか？そうですそうです。あとそれぞれちょっと役目が違ったりするんで、右手の役割と左手の役割っていうのもちょっとあったりするんで、まあ、それをしっかりこう、まあ、練習して整えておくってすごい大事です。確かにいいかも。なんかこう自分の中でちょっと捕まる感じをこう逃がしてるのがちょっと一番気持ちいいです今ぐらい。多分全然関係ないから。なるほどね。やっぱりあれだね、自由に打っちゃダメってことっすね。そうですね。でも確かにそうだな、まあ、ここまではね、このクロスっていうのは自分でも大事だなと思ったんですけど、やっぱりあとは
そういう細かいとこなんですよね、片手打ちだったりとかね。コースによって結構まちまちだったりするんで、球数なんて。まあまあそうね、素振りだけでもいいんじゃない、はい、そうですそうです。さっき言ったように T を打つみたいなね、はい、で最初にこう素振りとかメインで、で最初に片手打ちから始めて、ですぐにアプローチから始めていただいてもいいですし、でそうするとまあ球数がどんどん減っていくと思うんですけど、後半の方は ある程度自分が気持ちよく振ってどこにボールが飛ぶかっていうのを確認するっていう作業もすごい大事なんで、まあ、今日の調子を見てコースの攻め方をちょっと判断するっていうのはすごい大事です。ドライバー最初から気持ちよく振っちゃってる人いるかもしれないですね。多いですよね、そういう人がね。結構アイアンから打ち始めたりっていう方もいらっしゃるので、できれば最初はもう体も温まってないんで、短い距離から打っていって、で短い距離確認していく。確かにやっぱりね、こう大きいスイングでいつも通りのスイングで当てるっていうのはみんな上手にできるんですけど、やっぱりショートスイングで当てるってすごい難しいんですよ。難しいですね、うん、だからその練習をやっぱしとくといいかもしれないですね、うん、僕とかはねどっちかっていうとその、まあ、年齢的なものもあって、やっぱしっかりこう体が上手に動くように自分がその動かしたい部位を結構強めに動かすというか、大げさにこう、うん、やります ね、 そうですね。あとはなんか分かりやすい部分、ドライバーとかパターとかでチェックしといた方がいいことはありますか？ドライバーでチェックしてほしい部分としては、まあ、ドライバーとアイアンの大きな違いっていうのはやっぱスイングの、まあ、プレーンって言って、まあ、振り方ですね。長さに応じてちょっとボールと体の距離も遠いので、まあ、その分こう、まあ、若干横振り的な感じになるんですね。でアイアン打った後にすぐドライバー持って同じ打ち方をしてしまうと、当然ちょっと上から来てしまってドライバーにマッチしない打ち方になってしまうので、まずドライバーの打ち方っていうのをまず確認する作業がすごい大事なんで、まあ、やっぱりこう横に低く長くクラブを動かして素振りをするっていう、まあ、結局素振りなんですけど素振りすごい大事ですよ。やっぱり素振り大事だけどみんなしないよね基本的にはそれくらいですかね。そうですね、これくらいやっとけば大外しはないって。結局そのみんなしっかり当てようと思って一生懸命振っちゃうんだけど、練習場って、うん、まあ、確かにいい球打った方が安心感はあるんですけど、スタート前のたかだか10分20分で良くなったりするってことはそうですね、ほぼありえないんですけど、でも多分みんなそのそれぞれスイングって癖があるんですけど、それをまあ少しでも修正しておきましょうっていう意味では、やっぱりさっき言ったような片手だったりとか、あとはそのね素振りで地面をこうするみたいな、ああいうそのやっといて絶対間違いのない練習っていうのを、地味なんですけどやったもん勝ちなんですよゴルフって実は。だからあんまりそのドライバーバカ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 気持ちよくって、で当たんない当たんないってスタートするよりは、朝練習したからっつってその日のゴルフが劇的に変わることほぼないんですけど、多分長いそのゴルフ人生の中でスタート前は今言ったようなことだけやっておけば、まあ、確実にその悪い方向には行きづらいっていう話ですね。そうですね、そういう感じだと思いますよ、はい、今回の動画見ていただきましてありがとうございました。どん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 コメント欄にですねやってほしいことを書いていただければ、もう随時いろんなことにトライしていきますので、よろしくお願いします。チャンネル登録とですね、通知もオンにしていただいて、次回もお楽しみにしてください。